い、どうもこんにちは。こんにちは。はい、修学活動トーク番外編というところで、今日はプスクスグランピングさんにお邪魔してます。よろしくお願いします。お願いします。はい、お越しいただきありがとうございます。すごいいいところで。ありがとうございます。どんぐらいかかったんでしたっけ、ここ作るのに。やっぱり1年ぐらい。1年ぐらい。はい、あの週末使って、うん、おお、うん、仕事をしながら1年かけて。今も仕事してます。前の。あ、今も前の仕事してんの。そうそうそう。あ、マジで。そう、すげえ。オープンして7ヶ月、うん、ぐらいだから、うん、まあまあまあ最初はしょうがないから。おお、そこのなんだろう、モチベーションみたいなのってどっから来てるんですかね。まあやっぱり始めたからには、綺麗なこと言うと、うん、あの真鶴をこう盛り上げていきたいっていう思いが、うん、まあオープンする前からあのそういうコンセプトでやってたね。やっぱりいざオープンすると地元の方もすごい期待してくれてるし、お、うん、で、あの来た方もすごい来て真鶴好きになってくれて、うん、おあとはまあもちろんスタッフの地元の方います。うん、そういう方々をこうあの気持ちよくさせると僕も気持ちいい。あ、なるほど。すごい、素晴らしい。昨日もね、あの地元の子が遊びに来たりしてましたよね。そう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 、うんうん、気軽にそういうのいいですね、オープンな場で。うん、ですね、うん、はい。はい。ということで、今日はあの、まあ、修学活動トークということで、はい、普段ないこのお父さん同士の喋りっていうのを、ね、はい、あの、やりたいなと思うんですけども、うん、実際修学活動に、昨日もちょっと話してましたけども、お父さんとして、どんな感じで関わってこう自分なりに感じたこととかありました？まあ、もともと娘の成長にすごい興味がある方で、うん、保育園の時からもうイベントとかには欠かさず行って、まあ、修学相談もすごく自然な流れで、いや俺も行くでしょみたい、はいはいはい、細かい情報収集は奥さんの方がやっぱ得意だし、はいはいはい、奥さんの方に情報がまず、うん、入ってくるっていうのもあるから、うんうんうん、そういう意味では、まあ、くっついていったっていう感じもあるにはあるんだけど、うんうん、やっぱ一緒に話し合いながら、それは結構子供が生まれた当初から一緒に動くっていうのが当たり前だったのか。うちは結構ね、生まれた時から病院とか必ず一緒にいたし。ああ、一緒だった一緒だった、うんうん、まあ、仕事も比較的あの自由に時間使いながらやってたから、うん、仕事自由なのはいいっすね。一番普通の勤め人だったけども。あ、そうですよね。休みとか上司が大変だろうからいつも休みなさいって言ってくる上司だったから、うん、なるほど。で、周りもなんかダウン症に対する理解がないのを逆手にとって、うん、いやすごい大変そうだからいいよ岡崎さんはみたいな感じになってたから、いやでも大変なんすよって言いながら。そういう意味で岡崎さんはなんかオープンな性格だからあれだけど、うん、こう周りにちょっと隠しちゃうみたいな人もいるじゃないですか、うん、そういう人はかえってこう、うん、自分をこう困らせちゃう、うん、だから職場の人にもなかなか自分が大変だって言えなかったりすると、だからそういうところはあります。オープンにしてた方が楽だなっていうふうには、うん、最近思ってるのはそういうのが多分合理的配慮なんだろうなっていうのが、ね、当人とか当事者が言わないと結局あれってこっちがトリガーになってるかなっていう、まずね、でその上で要望を伝えて配慮してもらうっていう、 そうだね、そういうなんか構造になってるかな。向こうにもきっかけが足りないと配慮なんてできるわけがないし、まあ、その辺を多分企業側とかも引き出していかなきゃいけないしっていうところはあると思います。まあ、当然言いにくい人もいるし、うん、まあ、まあ人によってはもしかしたら出世に響くんじゃないかとか、そう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 、あると思うから、そういうことは絶対ないよっていうのをね、うんうん、企業側も発信してる。引っ越してきてここの就学の状況とかってやっぱり中野区とこっちと全然違うのかな。やっぱり小学校から上がったわけじゃないし、うん、まだ引っ越して 2,3 ヶ月なんであんまりまだ状況分かってないんですけど、うんうん、東京都と神奈川県を比べた時にはやっぱ神奈川県の方がその共生社会っていうのを、うん、あのすごい打ち出して県が、やってるので各地域にあの公立 の、うんうん、あの普通高校はインクルーシブ教育をやってて、うん、知的障害のある子を受け入れてるとかっていうのは東京ではないから、うん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 、そういうところもその茅ヶ崎に引っ越す動機の一つになったかなと、ね、お子さんの将来のことに対して家庭で話し合ったりします？うん、めっちゃ話します。めっちゃ話すけど、うん、これっていうのは まあまずはないですよね、うん、娘本人の意思がもう今中2なんですけど、うん、中2からってすぐ変わっていくじゃないですか、うんうん、そうね、保育士さんになりたいとか、おー、ケーキ屋さんやりたいとか、うんうんうん、そんなこと言ってるけど、うん、例えば保育士さんになりたいっていうを言い出した時に、うん、じゃあどうしたらなれるかなとかっていうのは奥さんと一緒に話します、うん、だからそれでちょっと情報調べたりとか、うん、あの事例調べたりとか、ダウン症の子でもあの保育士として働いてる子いたよとか、じゃあこの話聞いてみようとか。うちはなんか結構ふんわりしてることしかまだ言わない
から、うん、今はなんかサイゼリアの店員になりたいって言って自分の知ってる範囲になっちゃうから、ね、サイゼリアかどうか分かんないけどクソなんでウェイトレスとして働きたいっていう思いはあるみたいで、接客だったら割と事例があるから、うん、まあワンチャンいけるかなみたいな感じですね。でも今の話で言うとやっぱ自分の知ってる範囲でしか行動できないじゃない、うんうん、あの本とかすごい読むわけじゃないから、うんうんうん、だからこそいろんな体験をしてもらうことがすごい大事かなとか、それで知ってるに変わるから、僕らが働いてるとこもよくあの見に来てくれたじゃないですか。そういう仕事もあるんだとか、これは単純に一つの例で、あの、それこそサイゼリアによく行ってれば、あ、サイゼリアの店員さんかっこいいんだとか、ってなるのと同じように。うん、やっぱいろんな体験してもらうのが、うん、あの、まあ、岡崎さんもよく旅行行ったりするけど、うん、あの、僕もいろいろ連れ回してっていうところはすごい意識してる。見てる範囲を増やしてあげるっていうのは大切ですよね。うんうん、そう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 。それは、あの、障害のあるなしにかかわらず、子供って自分の見てる範囲にしか物を判断できないから。うんうんうん、今ちょっと行きにくいけど、海外旅行とかも、うんうん、よく連れて行ったし、うんうん、そういうのが大事だよねっていうのは、うん、あの、奥さんともよく話してて、うんうん、とにかくいろいろ体験させようっていうのは、一個のテーマみたいな。ちっちゃい時習い事も、うん、その店長のこと同じバレエ、うんうん、バレエとその中でもねもちろん無理ない範囲で、うんうん、やっぱ居心地いいのはケアのある空間が居心地いいか、はいはいはい、放課後デートか本人的には居心地は良さそうだから、うんうん、そこのバランスが大事かなとは、ね、プールとかついていけてます？プール、うん、バタフライまで行って、おお、すごい。うちもプール行かせた方がいいんだから、うちはプール、あの、好きなんだけど、うん、習うのは嫌だって言って、ああ、そっか。属児泳法で、うん、でもなんかバタフライっぽいことをこの間やってて、うんうんうん、お前すげえなってなったんですけど。あ、でも手話やってるじゃないですか。あ、手話はやってる。うわ、すごいよね。本、ね、人は、やっぱ手話、うん、興味持って、うん、独自の手話、それこそ独自の手話、やってるんだけど、あの、じゃあ習い行こうよって、うん、あの、なんか友達が習い始めたんだけど、うん、俺もやりたいんだけど、つって言ったら、うん、やだって言われて。そうそう。あ、そういうのね。まあまあ、これ以上忙しくなりたくないな、ニュアンスでは。ああ、なるほどね。そうそう。うちもそうだな。なんか、YouTube 見る時間なくなるじゃん、みたいな。言うからね。なるほどね。そう、うちもピアノをやりたいとか、上の子と下の子はピアノやってるから、うん、あの、なんかやりたそうだから、うん、やるって言ったら、あの、一回盛り上がって、そこからこう落ちて、今もやらない。まあまあね。私はもうできるからいいって。いやいや、音楽の授業でちょっとやったのを、まあ、できるって解釈してるから。ああ、そうね、うん。個人のやっぱりこう、何バイオリズムみたいなのと合わないと、いけないのかなっていうのはありますね。そうですね。あとその、そういう習い事とかも、やっぱり夫婦で話し合ってやる感じ。まあ大体そこは奥さんが最初にバーッと突っ走って、そう、うん、あの、見学とか決めてきて、なんか見学行くんだけど行くって言われて、ああ、面白そう行くみたいな感じで、まあ見に一緒に行ってみたいなパターンが多いですね。あと、じゃあこれから高校とか、うん、その進学とかまた出てくるじゃないですか。そうなんですよね。どうですかこの辺の、その高校とか支援学校、うん、学校ね、はい、うん、これから今まさに、うん、あのこれから相談していきましょうっていうのは中学校の先生にも、うん、この前の面談で言われたぐらいの時期で、うん、さっき言ったように普通高校のインクルーシブの、うん、あの取り組みがあるから、はいはい、まあそこにハマりそうであればそこに行かせたいなっていうのはちょっと考えてるんだけど、うん、本人的にどうかながちょっとやっぱりその小学校のスタート時点で支援級に行ったっていうのももしかしたらっていうか多分に影響すると思うんだけど、やっぱ支援級の中で過ごしてきたのがもう9年間であの普通になっちゃうじゃないですか。でそこで突然ペットインクルーシブって普通級に入るから、で高校の同じ教科書で勉強するっていう仕組みなんですよ。うん、で支援員はつけるっていう、うん、それはなんか本人的にはもうめちゃくちゃハードルに感じるだろうなっていうのがあって、あの普通級にあの行ってたりするんですよ。全然分かんなかったみたいな感じで帰ってくる時もあって、それが毎日になると本人的に自信がなくなっちゃったりする可能性あるなって、なんか算数とかでちょっとハードル高い問題すると、そうね、あの、ああ私バカだなとか言ったりするんですよ。ああ、そう。そうそうそう。そうそう。だからそこに対する、まあ、プライドというか、うん、あの、できるようになりたい、うん。でも私には限界があるっていう意識がすごく最近出てきて、うん、そう。だからそこに対して、うん、その普通級っていう、あの、うん、インクルーシブっていう環境が合うのかどうかの見極めが、うん、あの、この1年半でやんなきゃいけないなっていうのを、なるほどなるほど、うん、ちょっと思ってるっていうのが今。確かになぁ。うちもまだね、
あの、区区が曖昧とかね、そういうところあるから。区区が曖昧どころじゃないよ、ちょっと。あ、そう。そう。だってもう全然、あの、二桁の足し算できない。ああ、二桁足し算も一緒、なんか、日によるかな。どんなふうに考えてますか？うちは、あの、まあ、いくつか選択肢があって、でも結構お友達とか先輩が行く支援学校があって、うん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 、でそこは割と要素も分かってるから、うんまあ、そこがいいかなって、まあ。うちからも通いやすいしっていう、まあ、そこかなと思ったんですね。で、その後どうするかはまだ考えてなくて。そう、だからその後だよね。うん、いつかは労働があると、うんうん、就労があると、うん、いう時に、カレッジ的なところに行ったりとかっていうの、今選択肢すごい出てるじゃないですか。うんうん、その大学的なところっていう選択肢が。だからそれは挟んだ方がいいかなと思って、うん、この後の就労が一般就労なのかっていうのを考えた時になるべく現状の人たちの世界に近い方がその一般就労で給料も高くて自立できる選択肢を増やしたいっていうのがあるから、だからそのためにはその給料が高いのってやっぱ一般就労で、じゃあ一般就労に行くためにはずっとその支援路線で行った時よりも現状のこと混じっていく道の方が可能性が高まるんじゃないかなっていう、ね、想像でしかないんだけど。でもその方が本人も刺激が増えると思うし、いや、そうなんだよ、ね、やっぱり刺激しないと成長しないなっていうのは、いろいろ見てて感じてて、ちょっと無理めでもいいから負荷をかけないと、ちょっと人って成長しないじゃないですか。そういうところをこう意図的に作り上げれるといいなっていうのはある。もうずっと幸せならそれでもいいんだけど、そこから先に行けないから。そのうちの手話の先生がすっごいスパルタで、もう本当に4時間とか缶詰で、あ、いいね、手話検定の勉強をさせるので、ね。あ、すごいね。で、今何級取ったの？今4級まで取って、で結構もう週2、3とかで、その数時間、もう検定に向けてみたいなこと。うわ、すごっ。で、それで、でその合間になんか手話歌のパフォーマンスの、なんかイベントとか入れてくるから、歌の練習して、手話の単語の練習してみたいなことやって、よくついていけるなと思いながら、でもなんか本人は、行ったら、お菓子が食べれるし、そのローの人もいて、その人と手話でおしゃべりするのが楽しいって言って、そこが結構彼女のモチベーションにつながってて、さらに可愛い大学生のお姉さんとかも一緒に来たりして、その人と話すのも楽しいみたいな、そういったこうなんかモチベーションのネタがあったから、まあ、続いてたんだろうなっていうのもある、ね。いやでも本当そう、バレエもめっちゃ厳しくて、バレエって厳しいじゃないですか。発表会とかも2、3年に1回あって、その前の発表会ではソロもある、ソロパートもある。おー、すごい。でも本人はなんか、まあ、怒られて泣いたりしてるんだけど、これでももう3歳からだから10年間続いてて、で、まあ、周りの子によりもちろんできないことが多い、周りの子も、まあ、そうちゃんはこのぐらいっていうのが分かってるから、もうずっと一緒に育ってる、まあ、まさに刺激だったりとか、周りの理解だったりとか、本人が続く動機づけの部分がこう噛み合ってるなってバレーに関しては、だから引っ越した後も今も通ったり、リモートでやったりしてる。ああ、いいですね、いいですね。リモートできるんだ、バレーって。そうやっぱコロナの時にその術が確立されて。なるほど、すごいな、テクノロジーの進歩。スタジオにこう画面があって、そちゃんそこ違うよみたいな。すごいな、面白いですね。本人はまだ続けたいって思ってる。ああ、いいっすね。そういう周りの子が、そうちゃんはこれぐらいって分かるっていうのも、すごいいいなと思っていて、そういう人たちが大人になる、上限のある人っているじゃないですか。まあ、言い方はあれだけど、そういう人がいるっていうことを、理解してる人としてない人で、だろうな、人に対する接し方って違ってくると思うんですよね。いや、そうなんだよね。別に健常の人でも、必ず上限あるじゃないですか。その自分ができるからことを、他の人もできるなんて思っちゃいけないっていうところの、基本のところがね。できる人ほどできない人のこと分かんないっていうのはあるから、そういうのを ね経験させるとね、経験してもらうと、障害者に対する接し方だけじゃなくて、それはね、うちの息子も言ってて、双葉は周りにいい影響を与えてるよねっていうのを言ってました。すごいね、いろんなことができる、できないこともある、でも頑張るみたいな、そういう生き様を見て周りがいい影響を受けてるよねっていう。ああ、すごいね、一番近い人がそう言ってくれるのはめちゃくちゃいいね。あと何か言い足りないことあります？何でしょう、
就学相談のトークになったのかな、うん、今ので。わかんないけど就学相談に絡めた子供の成長に父親がどう考えてるかみたいなトークでいいんじゃないかな、うん、はい。すくすグランピングからお送りしましたんで、はい、ぜひここ皆さん遊びに来てください。あ、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんどうもありがとうございます。